1950年代に試作されたフェアリージェットジャイロダインシコルスキー X ウィング試験飛行する X-49 試験飛行するユーロコプター X3 シコルスキー x に複合ヘリコプターは回転翼機の分類の一つである垂直離着陸機であり回転翼の揚力によって自重を支えることで垂直離着陸やホバリングを行い 他の推進力で水平飛行を行う。ジャイロダインもこの分類に含まれる。ヘリコプターは垂直離着陸が行える航空機として有用性が高いが、衝撃波による制約、揚力の非対称性によって固定翼機に比べて飛行速度に限界がある。衝撃波による制約とは高速回転する回転翼の先端部が 概ねマッハ0.9以上で空気を切り裂くようになると、翼の上面だけでなく、仮面まで衝撃波に包まれて、能力低下が激しくなるため、投入エネルギーに関わらず有効な主回転翼の直径、おののの羽の翼長や、回転速度の高速化に限界があり、機関出力を有効に利用できなくなることである。これは、固定翼プロペラ機が、 音速飛行しない理由でもある。揚力の非対称性とは、ヘリコプターが水平飛行を行う場合には、常に回転翼の一部は、待機速度に飛行速度分が加わり、その反対側は、飛行速度分が減じられる部分が生じる。限界速度付近になると、全身側の回転翼の羽根は前方のみが揚力を発生するのみで、 後退側の回転翼の羽根は、ほぼ全ての面積が失速と逆流領域になって、揚力を喪失する。従って、高速飛行時には、進行方向の後退側の回転翼羽根の揚力が失われて、機体が揚力が失われた羽根側の方向に横転運動を起こす。この揚力の非対称性は、ヘリコプターの墜落に直結するため、速度限界に関する、 致命的な原因と見られている。垂直離着陸や空中停止といったヘリコプターの特性を維持したまま固定翼機のような高速飛行を行うために水平方向に大きな推進力が得られる何らかの仕組みを機体に加える工夫が行われており、これが複合ヘリコプターである。1930年代にはイギリスで検討が開始されている。 1947年に試作されたフェアリー FB-1 ジャイロダインが初飛行に至った。これはメインローターのほか水平飛行用に推進用プロペラを胴体の両側面に備えていた。1950年代にはフェアリージェットジャイロダインも試作されたが、実用化には至らなかった。1960年代には、 ヘリコプター高速化の手法として開発が行われ、アメリカ合衆国では、R、R-56 シャヤンやパイア石器16、H パスファインダーなどが試作された。これらは、機体末尾に水深用プロペラを装備し、機体下部に骨翼の領域ではなく、操縦のための各種の舵を備えた本格的な主翼を装備していた。また、 大型ヘリコプターの推進手段としても検討され、イギリスのフェアリーロートダインやソビエト連邦のカマイナス22が開発された。いずれも機体中央上部に主翼があり、そこに推進用プロペラを装備し、機体後部には水平尾翼と垂直尾翼を有していた。だがしかし、これらの機体は技術的な問題や燃料費用ほか各種の費用問題、 騒音問題などにより実用化には至らなかった。このように一度は、廃れた複合ヘリコプターであったが、2000年代に入ると、ヘリコプターの速度向上が頭打ちになり、それを打破するために、再び複合ヘリコプターが着目を浴びている。アメリカ合衆国では、 一種マイナス 60F を改造したパイアセッキマイナス49スピードホークを飛行させており、また試験機シコルスキー X にも試作製造された。これらは技術研究目的であり量産計画はない。また、X マイナス49の目標速度は時速 360km であるが、原型機 SH マイナス60の最高速度はすでに、 時速 333km に達しており、純粋に高速性能のみを追求した実験機であるシコルスキー2の達成速度も時速 460km に止まり、技術に投資した費用に見合うだけの速度向上が得られるかどうかは未知数である。ただ、イラク戦争以降、状態化した非正規、 非対称戦争であるテロリズムとの戦いにおいて従来型ヘリコプターの性能の限界を実感したアメリカ陸軍が進める統合多様と将来型垂直離着陸機計画では複合ヘリコプターやティルトローター機でなければ達成できない要求仕様を開発企業側に提示しているエアバスヘリコプターズは 第52回パリ航空省中の2017年6月20日、ユーロコプター X3 の技術を発展させた、高速複合ヘリコプターの技術概念実証機、レーサーを発表した。ロールスロイス、シュルボメカ RTM322 ターボシャフトエンジン2機の、総発機で、 乗客のプロペラへの接触の危険性と騒音を低減する、疑似的な服用形態の箱型骨ばさに、推進式のプロペラポッドを装備する、中型ヘリコプターである。時速時速 400km の高速巡航速度、エコモードと呼ばれる、飛行中にいずれか1機のターボシャフトエンジンを電動で、軌道及び停止を相互に切り替える機構を、搭載予定で、 経済性にも配慮した設計となっている。宇宙航空研究開発機構の航空技術部門は2018年10月17日同部門の公式ウェブページにて将来が高い転移翼機システム技術の構想を発表した。この構想は具体的にはドクターヘリが救命率の高い事故発生後15分以内で到達できる範囲が現状では 日本全土の約60%でしかない問題点を改善することにあり複合ヘリコプターにより飛行速度を2倍にできれば到達可能範囲が4倍の約90%になるとしその必要性を述べている具体的な形態は未だ定まっていないが構想図には従来のヘリコプターの小翼の規模を超えたティルトローター機の主翼に近い規模の翼の翼端に 推進用と垂直離着陸の補助に羽面を、水平位置に回転可能なプロップローター、もしくはダクテッドファンのポッドを備え、ビブに推進式プロペラを備え、この尾翼部の推進式プロペラを避けるために、アルファベットのエッジアザ状に水平尾翼と垂直尾翼を構成し配置した形状が掲載されている。また、複合ヘリコプターのような複数の回転翼周りの、 非定常な気流の流れの場を解析するために R-flow3D という流からだ構造連成の解析ソースコードを開発している。この解析ソースコードには移動15号手法を採用し回転翼の羽プロペラ類の羽の断性変形も同時に解析する能力を有している。複雑な形状の胴体周りの解析は非構造格子を埋め込み、 非構造合詞に対応した圧縮性の流体解析、計算アルゴリズムプログラムの高速流体解析ツールファスターやタスのソースコードのサブルーチンを利用していると説明している。お参照されたい。ABAOKI、86から89ページ、A クリーンシートアプローチツエアーバスレーサーハイ、スピードデモンストレーター2018年12月6日、閲覧。 フューチャータイプロータリー、エアフォイルエアプレーンシステムテクノロジー、スカイフロンティア、スカイフロンティアプログラム、エアロノーティクルテクノロジーディレクターと2018年12月5日、閲覧。将来型回転翼機システム技術2018年10月17日、航空新聞や創造プログラム JAXA 航空技術、部門2018年12月5日閲覧。ホームファスター。 ファーストアンストラクチャード CFD コード JAXA 2018年12月5日、閲覧。未来のヘリコプター、コンパウンドヘリコプターの空力解析 JSS2、JAXA 2018年12月5日閲覧。エアロダイナミックアナリシスオブザコンパウンドヘリコプター、JSS2JAXA 2018年12月5日、閲覧。ありがとうございます。